どうも、眠たいシャーペンです。はい、多分四捨五入したら寝てますから6ぐらいなんで、そんぐらいです。はい、で今回は、シリのイザナギ編ですね。お、元気だな。シリの由来でなんちゃらこんちゃら。そう、シリは元気なんですよ。俺眠たいからシリ元気なんで頑張っていきます。まずは、ルール説明からどうぞ。じゃん、5秒ルール説明。乱数っていう、シリが数字言ってくれる。数字に合った標準やモンスターに切り替える。フレンドキャラも選ぶ。頑張る。はい、ということで、この説明で分かんなかった方は、イザナミの動画でもっとちゃんと説明してるんで、そちらもご覧ください。ということで、やる。よ。何がいいんだろうな、イザナミって。イザナギだ。また間違えた。何がいいんだろうな。まあ、とりあえず、ダッキあたりか。あ、そう、これ増えたんそうだ。そう、これ増えたんす、なんか使用回数が。これちょっと面白いっすね。ちょっと幅が広がったんで。これ引きます、今回は。目標。1体目。乱数。38。計算めんどくさいな。32。33、34、35、36、37、38。スピード。スピードは俺新しいんかな。あ、で、ここで1個ルール変更なんですけど。これ毎回このまま次乱数って言って、ね、ここからこうやって選んでたんですけど。そう、次今度あれ決めます。上か下かは決めますね。奇数だったらこの上から、この義務から1、2、3みたいな感じで。で、行って、偶数だったらこの下から行くみたいな。これ1、2、3みたいな。これからこうします。ルール変更ですね。久しぶりの。ってことで。乱数。16、偶数なんで、下からっすね。これやばいやつです。これ俗に言うやばいっすね。だいたい弱いもんな。乱数。あ、でも結構遠いぞ。数えづら。21、お前なんだ。13号機なんで僕持ってるんだ俺を。進化前。で、そのレベルが低い。あ、でも一応ワープっすね。ワープだからまあ一応、当たり役にはなれるんか。友情当たり役っすね、とりあえず。確保。まあ、相当広くはない。継承で済んでますわ。致命傷で済んだ。二体目。乱数。95。ちょ、これ検査めんどくさいな。95だから、15で、所持数か。これどうしよっかな。これまた、上か下かにするか。なんでここいるの？あ、チョコも入るか、そっか。奇数デブから偶数でしたから。乱数。奇数上から。でもこれだったら嫌なんだよな。これだったら普通にこれ当たりこそあるんだよな。乱数。やめろ！お、危ねえ。この軍団は下げたぞ。10、20、30、40、52。ジェクト、お！作りたてほやほやのジェクトですね。まあ。アビリティは関係ないけど、まあ、使えなくない人は普通に強いし、いいんじゃないでしょうか。ウイジンっすわ、とりあえず。ちょ、今のところ水属性だけなんだよな。ちょ、違う属性欲しいぞ。3体目。乱数。1、53。48でしょ ?49、50、51、52、攻撃力。まあ、これも偶数奇数で。乱数。59、奇数上から OK。でかい。乱数。なんだこれ。10、20、30、40、50、65。大当たり。大当たりです。はい。これでかいぞ。一応降臨パーティーな。読みはでかいな。あ、音が。読みはありがたいぞ、今。いや、これはマジでいい。13号機進化前、レベル、タスカンもしてない。エジェクト運極、読み、17、ラック。全然いけるな。で、次はフレンドさん決めます。はい。3位ということで、フレンドさんを決定しますわ。まあ、でもだいぶもう読み引いちゃってるから、もうね、これで、当たり引いたらもうダメ押しなんですよね。なんでもうね、蹴りをつけますわ。いきます。乱数。10ってこれまさかの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。またマナか俺。もう何回これマナ使ったのこの企画で。多分な、3回目だ気がするんだよな。はい、ということで、13号機進化前、ジェクト、読み、マナってことで。まあ、後半2人ですね。この2人期待ですね。
頑張るぞ。おぉ。やるぞー。13号機こんなんなんだ。亡霊。かっけえな。とりあえずまあマナと読みだよな。いや、ほんとこれマナ何回使ってんだろう、この企画で。3回目なんだよな。多分次からちょっとマナ封印しますわ、ちょっと。殿堂入り。次から、つくよみからは。もう使わないっすわ。ワープないよね、ちょっと待って。ワープないよね。どうしよう、ちょっと怖い。ダメよ、怖いから、ちょっと一応縦替えにしとこう。あ、結局当たった。相変わらずマナゲーっすよね。マナと読み当てればなんとかなるみたいな。あ、キラー早く、そうか、キラー入るんか、こいつ。ジェフト。何キラーだっけ？アジンか。これちょっといただけないなぁ。ちょっと怖いですね。またワープゲーか。上から出ます。はい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 。くそ。ワープがないと。ないことでしょう、今日は。今日ワープなし。ハート取って突破にしたいです。止まれ。よし。よくやった。まあ、HP は相変わらずね、13号機のせいでかなり低いですね。まあ、それはもうやられる前にやるって感じで、やってきますわ。ちょっとキラー怖いな、マジで。インボリュートスピア、微妙。まあ、十分か。キラー嫌だな。嫌だな。このエフェクト数強そうだもんな。まあ、メテオも普通入ってるね。やっぱ調教メテオか。消去っすもんね。やめてくれ。怖い。メテオの演出怖い、ほんと。痛そう、マジで。いいね、いいね、爽快だ、今の。3ターン、まあ、これはすぐ間に合う。ハート取りたいけど、まあ、無理か。突破でいいでしょう。まあ、でダメをいないの怖いけど、まあ、大丈夫だろう。大丈夫さ。なんとかなる。賛成。怖いんだよ、なんか、ま、上のこいつ怖いんだよな、ほんと。トラウマが蘇る。下にいよう。まあ、一応ここ水属性二人いますからね。ここはだいぶいいと思う。次が、読み。いいね。うわぁ、欲張りたい。いや。こうしよう。怖い。ダメオでね、バリバリするの一番怖いですからね。恐怖映像になっちゃうから。できるだけ安全に行きたい。本当に。安心安全心がける。そんな、実況にしていきたい。もう長距離メーターそこに、やめてそこ行っか綺麗に行ったな。あぶねえ。シールドのおかげで。いや、綺麗に入ってったな。オッケー、これ、こんだけいい。こんだけの仕事してる13号機、マジで。マジでかい、ワープは。一番ありがたい。当たりだわ、ほんと。ここも多分マナーだよ、だいぶいいだろ。絶対に。うん、相変わらず。相変わらずだ、ほんと。もう溶ける溶ける、もう。溶けていくよ。怖いわ。この顔してマジで敵すぐ殺しますからね、マナーは。この顔でね、どんどんやっていく姿はマジで恐怖だわ。いった。てか。いや、すごい、とんがってたんだ、多分。頭がとんがっている。4。さいさいさい。ここもなんとかなんだろう、多分。とりあえず当たればね。属性は違いども、入るっていう。同じシールド。それはありがたい。そのシールドは、いいぞ。剣どこに巻いてんだ、ほんと。どう取れと。剣、あ、マナにあげたい。マナか、読みか。ただ、抜けそうだな。抜けちゃいそうな気がする。まあ、一応いいか。読みにあげよう。突破と。あ、できてない。耐えて、耐えてよ。あぶね。めっちゃカッコつけて突破って言っちゃったのに。めっちゃカッコつけて。恥ずかしい。よーし。で、カメさんか。まあ、ちょっと怖いけど、まあ大丈夫でしょう。さすがに。13号機だけど。当たればいいと。お、かわいそう。
で、いざなぎか。ご対面ですね。ご対面。読み当たる。あんまり当たんない？よし。めっちゃほんと早いな。いや、マジマナが強いんだろ、多分。マナが強すぎる。まあ、ユミも強いけど。普通に結成引いちゃったもんな。うわ。まあ、全然大丈夫。全然そんぐらい。ちょっと怖かったけど、今一瞬。ナイスシールド。さすが。さすがだよ、今。どうしましょうか。横は危ないのか、縦でいいか、縦の方がいいかな。横はダメを当たる可能性あるんだよ。まあ、縦もあるっちゃあるけど、まあだいぶ低いだろう。よしよしよし、安全、安心安全です、ね、あっぶねー。ハートわかんないでしょうね、部長ね。これ SS なんだ。中3号機パワーアップね。 OK、 これ対応だ。最後最後に打とう。行かず、怒っちゃうね。で、あ、でもミニ残し多いな。それ危なくない？大丈夫。よくよく。ボス。ボス。最初の、あれ耐えれんのかこれ。これ大丈夫かな？耐えれん気がすんな。ちょっと怒らせないでしょ。ちょっと手感しよう。怒ったら耐えれねえよ。怒んなよ。そんな短気な子にした覚えはないぞ。怖っ。怖いんだよ、マジで。これ打とう。縦でいいよな。いや、縦怖いん、これ。一応ほんと考えとこう。斜めで一発反対もらった方がいいかな。こうでいいや。あとワープン。ワープを信じる。おう、怖い。ビビリ。まあ、一応あんまないけど。やめてくれ。ここ。怖いな、ほんとに。決める。あ、まだ音が。こう。こうって、なんて言ってかわかんないけど。これ大丈夫か？耐えろよ。耐えてや。よし。え、これワープンじゃん。ワープンだろ。じゃあ、ランダーは怖いし、さすがに。上に当たったら終わる。縦でいいんか。縦だな。マナーから出れば勝ち。負け。あぶね。もう、ほんとなんでこんなんで危なっかしいの、ほんと。結構いいパーティーなのに。やつがれー。よっしゃ。結構危なかったぞ、今、最後の方。だいぶ、危ない人当たったぞ。あざす。ちょっと危なかったな、本当に。ちょっとね、このパーティーにしては、苦戦しましたね。ちょっと、また相変わらず俺の、PS 不足っすね。精進します。ラッキー。はい。はい。はい、ということで、無事。勝利することができました。細いな、てか、13号機。めっちゃ細いじゃん。こんな細かったっけ？次、月読みなんですけど、ちょっと今日の、あれを踏まえて、まだ封印します。まだ封印です、もう。使わないです。フレンドさんでは。だから次の、あれは、フレンドでまだ選ばんたら再抽選ってことで、いきたいと思います。ということで、次回の月読みで、また会いましょう。頑張ります。まあ、ぜひ、まあ、コメント欄でのアドバイスや、よければチャンネル登録、高評価していただければ誠に嬉しいでございます。ということで、お疲れ様でした。バイチャー。